本日はトップアスリート羽生結弦の地元公演での事件についてです。羽生結弦の地元公演で波紋を呼んだ中国人ファンの悪質行為、指定席を無視、注意した人の頭を殴打という記事です。この件についてファンの声もまとめていきます。それではどうぞ。それでは記事の内容を説明します。6月4日まで3日間にわたって開催されたファンタジー・オン・アイス宮城公演、荒川静香41歳などオリンピックや世界選手権で活躍した13組の豪華スケーターが参加した公演で鳥を飾ったのが羽生結弦、26歳だ。しかし会場の熱気とは裏腹に客席の一部では不穏な動きがあったという。当日現地観戦していた羽生ファンはこう語る。羽生くんの地元宮城での公演ということもあり、多くの中国人ファンが駆けつけていました。ただその中の一部の中国人ファンのマナーが悪く、一緒に見に行った友人たちも怒っていたんです。あまりにも横暴だ、すべて指定席なのに勝手に座っていた中国人ファンがいたんです。後からその席のチケットを持っている人が来て、すみません、そこ私の席なんですけど、と言うと、もっと他の空いているいい席に座ったら、と片言の日本語で言われたそうなんです。他にも座っていたらお金を払うから席を交換してほしい、と英語で声をかけられ、やっと入手できた席ですからと断ったら不機嫌になって去っていった中国人ファンもいたと聞きました。一部の中国人ファンの暴走は座席トラブルだけでは終わらなかった。別のファンは現場で暴力乱業まであったと語る。この羽生結弦選手に対してファンの中では多くの意見が集まっています。宮城公演って何日にやったの？宮城でホテル取ろうと思ったらどっこも空いてなくて取れなかったな。この前この公演の影響、仙台でマラソンもあったのが重なってホテル取れなかったみたいね。羽生くんの公演って日程が決まったらチケットより先にまずホテル確保するって聞いたことある。ちょっと前も無断で潮干狩りする中国人女性におじさんが注意したら殴られたって話題になってたけど、国民性か何か、中国人はすぐ殴るよね。気性が荒いのかな。中国人特別席作って有刺鉄線で囲ってみてはどうかな。これヤフーニュース見た時は羽生結弦王だみたいな見出しで、あたかも羽生が叩いたみたいな書き方で本当に腹が立った。だからヤフーニュース使うのやめたわ。勘違いさせてクリック誘う手口が悪質。私は羽生さんが誰かに殴打されたのかと思ったよ。幼稚園に中国人の子がいたけど注意事項を読んでくれないから、親が行事でむちゃくちゃなマナーだった。撮影禁止場所で堂々と三脚使って撮ってたり、言えば分かってくれる奥さんだったけど、中国にマナーという常識はないんだろうね。スマホで公演を録画とか、とにかくマナーが悪い。席に座らず通路で少しでもいい場所で見てるなど、羽生結弦選手に対してたくさんの声が上がりました。注目の集まる羽生結弦選手の公演での問題の今後の行方はどうなるのでしょうか。